こんにちは、トリクサバッケヤトークです。はい、ふかちゃん、こんにちは。こんにちは。すっかり夏になっちゃったね。暑いっすね。もうね、ふかちゃんの最後夏なんですけど、はい、ちょっとブーツの話を、暑苦しい話をしたいと思います。またですか。この間、前橋の方のお店に、はい、リラックスのこの、ディーモンプロが入ったんですよ。はい。これね、今までずっと並んでたこれ、ディーモンプロのサンプルだったんですね。はい。ね、これサンプルで、それで僕たちが展示会行った時に、一番怖かったのは、サンプルと本ちゃん品が違って並んでくるんですね。ビビってましたよね。すごいですよね、ビビってくるんですよ。だからやっぱりサンプルはサンプル、本ちゃん品は本ちゃん品で、やっぱり製造のラインが違うから多少ないとも変わってくるんじゃないかなってなって、実際に昔はサンプルよりからその本ちゃん品がめちゃくちゃ高く上がってきたっていうのがあったんです。ありましたね、うん、だからお客さんがこんなだっけっていう時に、いやこれサンプルじゃなくて本当にロンロンなんてなって、なんかね、そういう時代もあったんですけど、これなんか昔は高級ブーツが4万5000か4万8000円ぐらいだったのが、今変な話、6、7万、はい、平気ですよ ね, ね。でそこら辺考えた時に、僕たちのお客さんに対する姿勢をアップデートしていけないということで、はい、まず今日はこのサンプルと本ちゃん品が実際にライダーのヒカルちゃんが履いて感覚がちょっと違うかどうかっていうのを、はい、試してもらいたいんですね。責任重大ですね。そうなんです僕は、ね、うんちく親父はみんなにね、詐欺じゃないのって思われるんですよ。実際にこっちはステージ3っていう柔らかめのインナーが入ってる。はい、それでもう片方のこっちの方は、うちの方がやってるこのディーモンプロは CTN って言って、はい、リラックスの中で一番いいインナー、そのインナーが入ってきてるから、若干そのインナーの硬さの違いがあるけれど、はい、その違いをちょっと実際に入っていって皆さんの方にちょっとお伝えしたいと思います、はい、ということでチェックしてみたいと思います。まず履いてもらうのが、左がサンプルを履いてもらいます。そして右が、あ、なるほど、右と左で変えてくんですね。そうです、そうです、そうです。そうすれば一気に分かるじゃないですか。これで分かんなかったらちょっとライダーとして、はい、大変ですよこれが本ちゃん品の方の CTF インナーの、はい、リモンプロですね。でこの違いをちょっと見てもらいたいと思うんですけど、見た目は本当にまるっきり一緒なんですよ。でも実際に僕が感じるのは本当にもうサンプル通りに上がってるんですよ。だけど僕はやっぱりこれライダーじゃないじゃないですか。やっぱこうライダーさんが履いた時にどういう風に感じるかっていうのは2人ですよ。まずサンプルの方を履いてもらいましょう。サンプルの方はステージ3のインナーなんで、こういうインナーなんですね。知ってるインナーですね。知ってるインナーでしょ。それで実際に同じものを同じ感覚でこれ掴むってあんまないですか。確かに。でこれ CTF に、あ、全然違うでしょ。しっかりしてますね。そうじゃ、なんかだから上体の発泡密度がこっちは全然、うん、濃いんですよ。なるほどね。こっちはでもふわふわって感じ。そう、柔らかい感じで優しい感じがすると思うんですよね。なるほど。これバチッと焼けるやつだ。そう、こういう形すごいでいいです。ということで両方とも履いてもらって足を入れてもらいます。もう先に入れちゃっていいですね。いいですね、一般的な履き方でいいです。口は開けとって、そう、しっかりとね。実際に履くとね、インナーの硬さとも全然違うから、履いてる時って分かるんですよ。もう焼く前から分かっちゃうから結構分かると思います。ディーモンプロはディーモンよりも前傾が結構柔らかくて、そういう履いた時の感覚がちょっと違う。ディーモンプロこの巻き方いいですね。そう、普通だったら俺こうやって巻いていくのなんですよ。そうなんですよ。ディーモンプロは全部こっから入って、これがこう来て、一回こっち来てこう来てきたい、片方はこっちから両方がしっかりするのがいいよね。こう両サイドから縛っていくそうね。これはね、ディーモンとディーモンプロ特別なこの練習なんだけど、こうやって上の方ばっかり閉まんないでしょ。これはすごい発明ですね。これいいよね。それで初めからこのパワーベルトが装備されてるのもいい。ディーモンにはこれが初めから付いてないんでしょ。ディーモンプロの仕様なんですね。そうです、そうです、そうです。で前傾がディーモンでもやらない。フリースタイル感覚のフリーライドブーツ。フリースタイル感覚のフリーライド。そういうことですね。じゃあ、はい、今度は右足で
CTF インナーを履いてもらって、これ CTF ってこれが入らないんですよ、本当に。だからこれは本当に靴下みたいに履いてもらうんですけど、このとこインナーをまず履く。そうです、こうやって履いた方が絶対にちゃんと履けます。でしっかり締めちゃって、締めちゃって大丈夫です。ギューッと一回そこ引っ張って、もう一回引っ張るじゃないですか。で引っ張った後、最後ここにフックかけるんです。で引っ掛けて、はい、それでまたギューッと締めてみましょう。で、このフックがつけて、はい、それであと、アフターパーツとしてここの部分にパワーブレーキもつけられるんです。インナーパワーブレーキ、まあ、ループがありますね。そうなんです、そこにつけられるんです。でそこまで履きました、はい、なんか分厚い靴下を履いたような感じです。そうですね。でこの分厚い靴下を履いたような感じで靴履くような感じでこれブーツ履くんです。こっからだ、それだけです。入るスポット入るでしょ。入りやすいでしょ。それであとは履き方が一緒です。ここ結構知らない人いますよね。そう、そこのところに引っ掛けてねあと内側に掛けたりするんですけど、そこのところに引っ掛ければね。足首締めの、はい、もう上と下から両方ギューッとします。前の動画でも説明した通りクワンタムソードなんで、すごく足裏感覚の感じはよくわかると思う。それこれでライダーの人に左はサンプル、はい、右は本ちゃんが入ってもらったんです。左はサンプル、はい、右は本ちゃんが入ってもらったんです。はい、でこれでちょっと分けてみてください。あ、アウターは一緒ですね。一緒でしょ。アウターの感じはもう全然、うん、一緒一緒だから、サンプルの出来はすごい良かったと思います。もう、ポンちゃんだったんですね。きっと多分そういうことなんだと思うんです。だから、ファーストでサンプルできて、そのラインをずっと続けてて、それで本製品の生産を作ってる。じゃあ、インナーはどうですか。インナーが全然違うんですよ。そうなんですよ。これはね、履いてみると分かるぐらい全然違うんですよ。まあ、これまだ全然熱成形もしてない状態だけど、はい、この時点でフィット感がまず違くて、タンの部分だったりこのアキレス腱の部分とかがやっぱこっちの CTF の方がガッチリしっかり、はい、ホールドされてる感じはあるですね。ホールド感がすごい強い感じです、はい、かといってその硬くなるいやらしさ感あんまないです。そうですね、全体的に張りは出るけど、ホールド感の方の張りでブーツのそのスティフさっていうことはあんま顔ないんですね。そうですね、まあ、ただこっちのステージ3の方は、まあ、ふわふわでその感覚は気持ちいい感覚はあるんですね。そう、だから優しい感覚、はい、包まれてるっていうような、はい、こっちはガッチリこう、こっちはなんか包んでる、そういう感じですね。なんだったらこっちが柔らかく感じですね。そういう風に感じじゃないですか。だからもともとさっきも言った時 D-LUX のこの D-MON PRO は、はい、D-MON よりかちょっと柔らかいですね、うん、それでフリーライドのブーツなんだけど、フリースタイルっぽいフリーライドブーツなんですよ、はい。だからフリーライドゾーンでフリースタイルやって遊んでってことなんですよ。はい、パウダーグラトリみたいなことだったり、だからまさしくあなたにぴったりの用ですね。そうなんですよ。あなたにぴったりのブーツってことなんですよ。なるほど。だから本当にパウダーでやんちゃしてくださいとか、まあいろんなところでやんちゃして遊んでくださいっていう感じのブーツなんですね。キシピキシっていうふうに滑るというよりかは遊んでくださいっていう。D-LUX で選ぶならこれですね。じゃあ僕は。そうなんです。の CTF。そう。それでね、だから皆さんも、ね、見て分かってくれた通り、ライダー感覚から見てこのアウターはサンプルとほとんど変わらない、全く一緒。それ CTF インナーとステージ3のインナーは全然違うってことがある。で、ここからなんですけど、実はこのブーツ、この今度のシーズンからのスタートじゃないですか、はい、でさっき言った通り、お店としてはお客さんに提案するまでに本ちゃん品がどう上がってくるかっていう一つのリスクがあったわけじゃないですか、はい、もしちゃんと上がってもらったらお客さんに申し訳ない、はい、ね、自分たちが説明したのが全部嘘になっちゃう、リーモンプロ詐欺になっちゃうそれは嫌だっていうことで、実際問題としてリーモンプロはそんなに在庫を積んでないんですよ。本質を知らないと。そうですね、やっぱり全力で説明たいじゃないですか、はい、全力で進めたいんだけどまだそこも分からない。ただ D-LUX は頑張っていいブーツを作って、はい、D
リラックスを信じる、でもお客さんにもちゃんと信じてもらいたい、この間の狭間を言った時に、まあこれぐらいの数でもう始めようっていう感じだったんですけど、ポンチャニング上がってきたら、いや足んねえなってそういう感じもっと取ってもよかったぐらいいいブルーズ、はい、ということで、これから夏向かいすごい暑い時期で、何今頃このブーツ話してんだって感じだと思うんですけど、はい、確実にこのブーツはシーズン中にはなくなると思う。そうですね、やっぱこんだけいいブーツだし、やっぱりこれでこのブーツを実際履いてもらいたいと思って、この早くに本商品を入れたんですね、はい、で実際お客さん履けるし、もう実際に買いに来てもらってくれるんです。だからこれでいくとやっぱり8月9月には完売するような感じのブーツだと思うんで、今だったらやっぱりサイズまだ選べるんで、はい、ぜひとも暑い中申し訳ないけど、僕たちの話を聞いてきてもらって整形してきてもらいたいなっていうのが今回の動画の意図なんですね、はい、実際この後もう自分ももう履いてるし、感覚も分かったんで、来たお客さんにはおすすめすると思うので、うん、やっぱり僕たちはやっぱり現場の人間としていいものを勧めたいじゃないですか、はい、それ試したものはやっぱ勧めたいじゃないですか、はい、サンプル試しました、本ちゃんも試しましたっていうことで言うと、まあ、CTO さんも今日も試してるし、そういうことで言うとお客さんの方にも自信を持ってそういうことを勧めれるということで、整形ブーツについては僕とひかるちゃんの方でしっかりとやるんで、ぜひとも皆さん、また店、前橋店、どちらでも構わないんで相談してきてもらえればと思いますね。ちょっと不安だったらば DM なんかくれればちゃんと答えますんで、はい、ね、ぜひとも相談してくださいということで、今日はライダーとしてのひかるちゃんにサンプルのディーモンプロ、オンチャイ品のディーモンプロ、ステージ3CTF、ね、これを比べてもらいました。うちの方でやってるのは CTF です。はい、はい、ということで皆さんチェックしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。